はい、皆さんこんにちは。ということでね、今日はブリーチコラボのコリモサウルキオラ使っていきたいと思います。ということでね、使っていきますよ。はい。ということで、まあね、アンチワープ、アンチワ法人、闇属性ね、で、貫通タイプですね。リジェネームがマラックでつきます。まあ、ラックってどういうことかというと、毎ターンね、一定量の HP を回復するラック数に応じて回復量が変化する。運極でリジェネームと同じ回復量になるということで、まあ、ラックが高いければ高いほど、まあ、運極でマックスの効果量になるよっていうようなところですね。はい。なので、まあ、運極にしましょうという、まずそういうところですね。ポイントとしては。はい。で、まあ、SS が、ね、スピードとパワーがアップデート後に最初に増えた時に、ランサデルレランパーゴ、ランサデルレランパーゴを打つというね、SS になっておりまして、まあ、いわゆる追撃みたいなね、感じの、SS になっております。で、友情コンボはトライデントレーザー EL のロックオンのパターンね、ということで、なんかまあ、悪くなさそうな感じ、ということで。で、ちなみになんだけども、降臨モンスターの、貫通のアンチワープ、アンチ魔法陣ってこんだけしかいなくて、で、闇属性で言えば、このね、CO ですね、このロコモコとか、まあ、これ普通に手に入るやつね、いつも手に入るやつ。とか、まあ、あるいは、まあ、ちょっとまあコラボキャラになるけどもね、まあ、イレイザーヘッドとか、まあ、このあたりになってくるんで、まあ、結構、まあ、珍しい方というか、貴重な枠ではあるというところですね。はい。まあ、ただ属性関係なく見ちゃうと、俺はいつもは、まあ、戦国ちゃん使ってるんで、爆発枠なんでね、まあ、運枠としては、まあ、戦国ちゃんとかの方が使いやすいかな、レーザーストもついてるし、みたいなところはあるんだけども、はい。まあまあまあ、まあね、リジェネームとかついてるし、まあ、友情、まあ悪くないと思うよ。トライデントレーザー EL 自体はね。はい。まあ、砲撃型とかではもちろんないですけども、まあまあ、割と使いやすい。まあ、艦隊とかで入れても、まあ別にそんなに、悪くないような友情なので、はい。使いやすさはあるのかなっていうところですかね。はい。で、早速使っていきましょう。さあ、まず使っていくのは1個目は、持久力のクエスト、メロードですね。で、メロードもね、なんとなく、まあ、めんどくせえなーっていうイメージあったんだけども、まあ別に、今となっては、そう大したこともない、さそうな感じ。はい。まあこんな感じで、はい。サイゾーとか入れつつね、まあ一応ウルキオラ2体入れてるけど、はい。まあそんなに、まあレザバリ濃いめ、まあ後半出てくるんだけどね、まあ、レザバリめっちゃやばいってわけでも、まあないっちゃないんで、はい。比較的、なんか昔はもっとめんどくさそうなイメージあるんだけど、メロードって。まあ今はね、なんかそうでもなさそうな感じ。なんかまあある程度なんか攻撃も通るしね。うん。なんで、なんかそんなに、大変じゃないかなっていう感じ。まあやっぱこういうところではね、もろ、重力じゃねえ、ワークと魔法陣出てくるんで、こういうところではかなり活躍するのかなっていう感じですね。はい。こんな感じでサクサクいけますね。うん。でね、SS ね、ぶっちゃけね、重い。重すぎて、ね、多分ね、打てないと思う、これ。うん。だから、これをね、打つほどの、なんていうか、クエストがね、あんまなくて、実際。で、なんかね、これを打つってなった時って、結構ね、なんか、ぐだったかなっていう。ってなった時に、やっと打てるって感じ。だから、そんなにめっちゃ打つ SS じゃないと思う。ただ、スピードとパワーアップというのは、要は自強化ついてるんで、はい。総合の辺を見ても、まあ、割となんか高難易度でなんか使えんこともなさそうみたいなところもある。というわけですね。はい。ちなみに、この雑魚的に撤退しないんで、絶対倒さないといけないんで、はい。ちょっとだけ、この辺はちょっと、大変なのは大変です。はい、ノリでなんか入れたら嬉しいな、みたいな感じで。はい。別になんかパワーアップオール同行っていうわけじゃなくて、もうボスが削れるんで、もう今の時代ね。はい。そういった面ではかなり、楽になったのな、だったんだな、って思うけど。はい。あ、入って、どっか入って。こちらで倒したかな。あ、こちらで。はい。このザコがね、このね、反射印が残るのよ。うん。絶対。だからちょっとね、めんどくさいクエストになります。倒したね。じゃ次、これもう一個ね、挟むときがあったような気もするんだけど、まあいいや。ボス戦ありました。で、ボス戦は、このね、ドビカーンみたいなやつがいたりとかするだけで、別にそんなに大変じゃない。まあ、移動するパターンだね。はい、移動してくれるやつです。あ、倒せなかったか。はい、ちょっと火力が低いっていうか、まあまあ、サイゾーに比べたらね、
あれなんで、ちょっと倒せなかったけど、まあ友情とコミコミで倒せると思うんで、こんな感じで、まずはあいつを引きずり出します。さあ、こっからまた、敵もね、雑魚湧いてくるんだけどね。雑魚湧いてくるんだけども、まあ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 、これ反射炎に対して、パワーアップボールで触れた殴りを入れないといけないんで、こんな感じで。倒せました。で、これで出てくるかな。あ、出てこないか。このまま行くのか。こんな感じかな。ちなみに、サイズの SS も微妙なんで、こう。はい。最初のやっぱ、バープウォールの仕様上ね、最初のワンヒットが、すごいダメージが出るっていう仕様になってるから、これ別に、サイズも SS 大したことない。はい、ただ、ダメージはやっぱり入りやすくなってるなっていう。ね、これまで比べて。っていう印象はあれ、これ打ってもいいか、打ってもいいっちゃ打ってもいい。はい、っていう感じでね、結構楽になりましたね、ロードもね。はい、ということで、じゃあもう一個行ってみたいと思います。さあ、じゃあもう一個は東鉄行ってみたいと思います。はい、東鉄ってね、まあ超絶のクエストなんだけど、これまあ基本ハマるようなクエストなんで、東鉄っすかって感じなんだけど、まあまあ今の時代は、今の時代としてないけど、まあ、エクスカリバーいるんでね、もう何でもいいっちゃ何でもいいんだけど、まあエクスカリバーに当たる用のモンスターとしては、まあかなり優秀なのかな。まあそれそのものの、まあトライデントレーダーもそこそこダメージ出るっていう話でね。まあ、こんな感じで、別にハマんなくても、まあ別に倒せるねっていう。エクスマリカリバーの友情強いからまあ、はまなくても倒せるよねっていうのを、まあ、もうもはや何も考えずにやるっていう時には、非常にね、重宝しそうな感じですね。はい、ということで、まあまあ、一応ギミックも適正なんでね、またバンバン、はい、当たってれば、それで、終わりですっていう感じになってくるかな。まあちょっとまあ、ひよこになっても、まあ、そこまで火力がなんかやばいっていう感じもないんで、まあ、とりあえずちゃんと拾って殴っ、ある程度殴っていけば、まあまあまあ、抜けれるかな、みたいな感じですね。はい、こんな感じでいいと思います。まあなんかもうザクッと動いた方が良さそうだな。ザックリめに動いてグワーってグワーって倒します。あー、なんかちょっと残ったね。これは倒せるんじゃないか。倒せるんじゃないか。倒せるか。はい、きっちり弱点拾って倒せる。あー、いいねいいね、快適だね。オッケーオッケー。こういちいちハマったりなんかカンカンしたりするの大変なんで、まあ、こんぐらいのノリで打てる方がまあ楽だよね。あ、これ感謝ね。あ、ちょっと取れなかったか。まあ、普通にウーキョーでもっかい拾っていけば倒せるんじゃないかな。はい、あ、いいですね、バランスよく倒してますね。はい、サクサク進んでおります。さあ、もうこの辺も別になんかもうそのまま唐突をもう狙っていけるんでね、そんなに大変じゃないっすね。ガンガン唐突殴ってるみたいな感じで問題ない。はい、こんな感じで、でここは撤退したような気がする。ザコはね、なんでありがたいですね。ここで鋼鉄狙いで行っても大丈夫。でもボス戦、はい。でまあこれどうかな、ギリ打てるかな。まあやっぱ微妙にたまんないんだよな、ね、ウーキョラの SS って。ちなみに打ってもそうだね、あんまり。ちなみにだけど、まあ打てなそうだからちょっと言うけど、打ってもそんなにダメージが伸びる感じはない。てかやっぱ直殴りの、その殴りの部分で稼いとかないとあんまりダメージ出ない、うん、っていうのがちょっとある。ちょ、打てるかな、まあ、頑張って打ってみるかな。一応ね、唐鉄って2段階システムなんで、こっからまあなんていうか、まあ、リセット、防御ダウンかかってのリセットモードみたいな感じで、まあ、もう一回なんか倒さなきゃいけないんだよ、こっち。HP 削んなきゃいけなくて。まあ、そこを、まあ本来であればエクスカリバーで一気に削っちゃうんだけど、まあなんかあえてぐだることによって、そこまで到達することができるかもしれない。はい、まあなんか打ってそうだね。うん、別に打ってみるか。ね。
まあ、せっかくだからまあ見たいっていう人もいると思うんで、そこからまああのあそこのゲージのところまで削れば、まあ発動しますよと。こんな感じで削って、出るかな。ああ、出てきた。これでボールダウンが入って HP 全開しちゃうだろ。で、もう一回なんか倒し直さないといけないみたいな感じなんだけども、ボールダウン入ってるんで、多少ダメージは入りやすくなりますね、というところで。あ、打てそうだね。ただ、こっから打ってもそんなに削れないというか、あんまりわかんないと思うんで、まあ、次の、あのステージとかで打つか。はい、まあこんな感じで抜けました。ちょっと時短する。時短できるかな。ちょっと SS ぶっ、あ、ちょっと打てないか。打てないでしょうね。このまあざっくり削り、あ、今次打ってみようか。これなんか1次第ではなんか削り尽くせそうかもしれない。どうだろう。ブロック利用、あ、ブロックね、確かこれ真ん中ないんだよね。これど真ん中に言えばブロックないんで、結構ね、シビアなんだけど。再生作ってみましょう。が、おー、いい、いい削りだけど、なんかまあ。じゃあ、追撃どうかってところで、まあ、追撃飛ぶんだけど、どうかな。なんかまあ、という感じだよね。まあ、ボールダウンしてないから、まあ、しょうがないんだけど。はい、ボールダウンしないからしょうがないというのも、まあ、そういう感じ。ですかね。ちょっとじゃあボールダウンしたいところを見たいかなっていうので、ちょっともうちょい見ていく、もうちょい見ていきますか。じゃあこっから打ってみるか。縦打ちするか。縦打ちでどんなもんか。はい、おーおーおー、ちょっとそっち行っちゃったか。まあ今まあ追撃部分でどんな感じかっていうのをしてみるか。こんな感じ。削れる。ああ、でもまあまあ頑張った方。まあ頑張った方ですね。そうだから今見てもらった通り、なんかね、いまいち釣り切りすごい削るっていう感じはない。うん。堅実になんかその自強化部分で殴った方が火力は出るかなっていうイメージ。あんまりそれを過信してはいけないって感じですかね。うん。さあ、じゃあ残りはまあまあサクサクいきますか。エリアコンボ出しまくって、はい。あ、もう SS も残ってるんでね、パパパッと、はい、ギュワッとパパパしますわ。はい、はい、さあ、じゃあ次もね、まあ、こんな感じで、何、あのゲージを超えてね、殴ってしまえば2回倒さなくても済むんで、まあ、おおむねこうやって倒すって感じなんだけど、さあ次の SS でぶっ、あ、 SS 打てないね。ちょっと SS ひよこになってて打てないけども、まあざっくり打てますか。 OK、 お願いします。でひよこも解除されたんで、ここからも友情コンボメインで削っていきますね。十分。次の SS で終わりそうだね。はいはい。さあ、まあ一応、バーッと。あ、いいな。さあ、ここも。まあ回復しちゃうけど、SS でトンしに行く構えと。まあまあ HP が全開するだけなんで、ね、まあ、そんな大したことはないですね。こんな感じで、はい、ヨルキオラも使えますねというところでした。さあ、ウルキオラ使ってきましたけども、まあ、やっぱりね、SS が自強化入ってるんで、そこで、自強化部分の殴りでダメージを稼ぐことができれば、高難易度でも使っていける性能なんじゃないかなというところ。まあ、地味にね、リジェネ M もね、地味に強いんで、はい、
いいのかなと思います。で、友情コンボはトライデントレーザー EL なんで、艦隊で使ってもそれなりに、ダメージを稼ぐことができるっていうのが強みかなと思います。ただ、まあ、そこがモロ派というか、まあ、やっぱレーザーバリアに弱いんで、例えば、まあ、適正ね、ワープ魔法陣だけで言ったら別にイザナギのゼロとかもまあいけるわけだよ。ただ、イザナギゼロって結構ね、レザーバリア多いから、あんまり多分活躍しづらいんじゃないかなっていうのがちょっとあるので、はい。なので、その辺がまあ、良くも悪くも、まあ、トライデントレーザーの、部分なのかなと思います。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。またでは次回お会いいたしましょう。バイバイ。